どうしました？これ落ちてました。あ、大丈夫ですか？ニトロ入れますね。口開けてください。失礼ですが、あなたは？日浦総合病院医師天堂です。ありがとうございました。もう大丈夫、君のおかげだ。大声で助けを呼んでくれてありがとう。ずっと先生のことが好きでした。誰だお前？新人か。いつも流れをせき止めるだけの岩石だな。なぜ俺に告白してる？正気か？脳波は正常か？身の程知れ岩石。左右逆だ。え？え？ちょっと失礼します。バク先生お願いします。なんでド新人しかいないんだ。じゃあ来い、ド新人。慌ててしまって。やめな。すみません。俺を追ってここに来た。この病院に。患者さん。どうでもいいんだよ。命を預かる、助ける、それ以外はどうでもいい。ここは患者さんが第一だ。実害出す前に消えろ。お前すごい顔してるぞ。言うのは勝手だがな、今は邪魔でしかない岩石同然のド新人だ。いいか、少しでも俺の邪魔したら秒で追い出すぞ。というか、なんだお前、いつまでついてくんだ。あれ、お隣さん試合？残念ながら。本当にうちの科に来る気なら俺は一切手加減しない。岩石みたいに遮って人の動線ただ邪魔するだけなら容赦なく切る。今ならまだ間に合う。切られんのが嫌なら他の科に行けよ。の魔王に叩きのめされますから。ド S の魔王。天道君は愛想がない、ギスギスしてるあたりから。いいか、俺は朝飯食い損ねてかなり機嫌が悪い。本当に俺の下につくなら今から言うことを守れ。まず患者さんには誠意を持って不快な思いをさせない。自主的にどう動くか考える、はい、それから余計な期待はするな。今後俺とお前がどうこうなる可能性は 0.0001% もない。先に断っておく。バカ、どこがいいんだこんな足手まといの厄介岩石。先生さえ了解ならとのことです。俺は了解しない。お前がいても邪魔なだけだ。その顔はバカって怒る5秒前。バカ、すみませんでした。どうしたんだろう。お前何をベラベラ喋ってんだ。このバカボケかす岩石、足手まといの役立たず。誰もそこまで言ってない。酒癖の悪い女は嫌いだ。だとしたら物好きなやつだな。本当にいんのか、わざわざお前にちょっかい出すような男。特に手厚い治療も入院もなしで。当たり前だバカ、頭に響く。響けバカ。バカ。